法政便は、台湾高尾市出身の元プロ野球選手。うと右打ち。愛称は、あたかあたか、火星人、火星あたか。2015年10月18日未和高中から、合作金庫銀行、中華民国軍棒玉隊を経て、2001年に、中華職業棒玉大連盟の兄弟、エレファンツに入団。2002年10月に開催された富山。 アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。2003年に首位打者を獲得した。2004年アテネオリンピックの代表に選出される。同年最多安打をマークし2年連続の首位打者を獲得。2005年に3年連続で首位打者を獲得。2008年8月に開催された北京オリンピックのチャイニーズ台北代表に選出された。 同大会では中軸を務めた。シーズンでは打率。391と2016年まではリーグ史上最高打率をマークしていた。2009年開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表に選出された。2010年オフの11月に開催された公州アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。 2012年9月21日に第3回 WBC 予選のチャイニーズ台北代表に選出された。11月には第3回 WBC 予選前にキューバ代表との国際親善試合であるサンダーシリーズのチャイニーズ台北代表に選出された。2013年1月14日に第3回 WBC 本戦の チャイニーズ台北代表に選出された。2015年は台湾シリーズ第5回戦のタイラマゴモンキーズでは右翼に打球を放った際、右翼を守っていた王、柏徹がダイビングキャッチを試みるも補給できず、王はファールだと思い込んでいるうちに打者の方はホームに帰還し、ホームランとなった。2019年はオールスターゲームで15年連続投票数1位を 記録した。オフに、現役引退を表明。11月には 2019WBSC プレミア12、チャイニーズ台北代表の打撃コーチに就任した。2021年は2020年、東京オリンピック世界、最終予選チャイニーズ台北代表の打撃コーチに就任した。しかし新型コロナウイルスの影響で、c p b l 選手が派遣されないことが決まり、同時にコーチを辞退した。 5度の首位打者を獲得し、16年連続3割以上の打率を記録したコンタクトの上手い打者。選球眼がよく評価され、歴代通算最高出塁率を記録している。一類種として、ゴールデングラブ賞を3度受賞。231回の盗塁を記録しており、そう、こう、守るの3拍子揃った CPBL を代表する選手。2005年に手に、 重大な怪我に見舞われてしまい、この時の経験から、理学療法やリハビリテージョンに対して強く推奨し、毎年シーズンオフになると、理学療法を受けるようになった。20代後半から一類種へと本格的にコンバートされた。ありがとうございます。